こんばんは、吉根さん。車検ね、大体20万ぐらいでしたね。ベルファイア10年落ち20万。なんか細々と傷んでるところがあったり、あとバッテリーの交換をした方がいいよって形だったんで、まあ早めに交換しようかなと思いましてね、バッテリーの交換もお願いして、まあ様々やらせていただいて、まあ20万と。まあディーラーなんでそこそこ高いのはしょうがないですね。まあその分安心して乗れるのと、今回お任せしたのがね、このベルファイアは初めてなんですよ。まあですんで、まあ人のご縁を買うという意味でも、ねぎらず、ケチらず、それでお願いします、お願いします、みたいな感じでね。気持ちよく金払いがいいと、まあ有料顧客として扱ってもらえるんではなかろうかと思うところと、まあもしかしたらね、トヨタさんの方で新車買うかもしれないですね、このままだったらね。あの、アルファードとかクラウンとか、あと、ミライとかね、出てると思いますんで。まあ、そういうのもありますけども、やっぱね、20万という請求が来て、吉谷さん、私たちビジネスマンが考えるのは、その20万をどうやって捻出しようかってことですよね。まあ、例えば私ね、あの2015年に作った会社でプロダクトロンチってのがあるんですけども、そのプロダクトロンチで沖縄旅行っていうのを企画したんですよ。それはだいたい費用が1人当たり15万とかかかるわけですけども、まあ、だいたいざっくり百数十万ね、150万ぐらいかかるなって試算出したんですよ。沖縄旅行2泊3日とか3泊4日で、でいろんなコースとかイベントとか入れてね、まあそうするとその150万は確実に会社の口座から減るわけじゃないですか。だから、あのその埋めるために、まあプロモーション組まないとなって感じで仕事が形作られる。要するに使ったお金を取り戻すためにビジネスをするみたいな繰り返してね。で150万使ったと思ったら、だいたい200万ぐらい の売上利益を狙うわけじゃないですか。だいたい250万ぐらい売れて利益が残るわけですよね。だからなんか使えば使うほどちょっと増えていくみたいなね。まさに会社の活動に応じて、そのフェーズに応じて売上規模って増えていく、そのままだったかなと思いますけども、まあ、今ね、そのプロダクトの会社も特に活動してなくて経費を払ってるだけというね、何なんだろうこれはって感じでございます。まあ、あの車と一緒ですね。車って乗らなくても経費はかかりますからね。まあ、そういうのも込みでそれが維持できていれば、例えば今回トヨタの方にね、あの車検をしてくださる検査をする人とか、エンジニアの方とか修理担当の方とか営業の方とか保険の方とか、みんながこう暮らしていけるみたいなことをね、オーバーに言えばそういうことかなと思うんですよ。だからみんながね、お金使わなくなると、みんなが苦しくなると、まさに今のデフレの世の中ですよね。うん、でもやっぱりみんながね、ちょっとだけ多めに使うとみんなで潤っていくのかなと思いますね。だからビジネスが成功するっていうことは、きっと周りの人も豊かにするし、みんなを豊かにするし、まあ、GDP なんてね、この10年全然伸びてないんですけども、本来だったらね、まあ、1000兆円ぐらいになっててもいいぐらいなのに、まだ500兆円とか600兆円のあたりをうろうろしてるみたいな。要するに進歩してないわけですよ。人に言わせれば少子高齢化がその原因だって言いますけども、少子高齢化ならなおのことを、まあ、インフレですとかテクノロジーに投資しないと、将来あの労働の担い手っていなくなるわけですよね。さあ、その分だけは機械とかテクノロジーが代替するしかないわけですよね。まあ、私が一番懸念してるのは防衛費なんですけども、国を守る費用が5兆円ぐらいで今ね、わーわー言ってますけども、5兆円じゃ全然この国守れないですよ。やっぱりね、20兆円とか30兆円とかかけて国防に対してミサイルを買ったりね、戦闘機入れたりとか、自動操縦 のパイロットを作ったりとかというのが、あの兵隊の人数も少ないわけですからね。軍人の人数も今募集したって、その陸海空軍人になろうとする日本人なんてあんまりいないでしょ。まあ軍人っていうか自衛隊員ですけどね。警察に入る人も減ると思うんですよ。いろんな行政サービスが滞っていって、国防ができなくなってくるっていうのが伺えるんですよね。予算規模が伸びないってことは、それだけそういった公務にかけられる費用も削られていくってことですからね。だから本当に民間でビジネスどんどん盛り上げていって、税金なんて多めに払ってね、まあ税金が国家運営の財源ではないんですけども、まあもっともっと予算が柔軟に執行できるような、そんな国にしとかないとやばいなと思うんで、これからの時代、次の世代がどんな悲惨な末路をたどるのか、それとも豊かな国に生きていくのか、それは今現役世代でいる30代40代そして50代のこの30年間ぐらいのね、世代の大いなる責任で、ここがお金を使えないとかケチってしまったりとかね、うん、切り詰めてやってますでは、ちょっと先がないなと思うんで、せめてビジネスマンだけでも稼ぎ続けないといけないってことですよ。まんまん、じゃあ行ってきます。